ナリーグドジャース、ブルワーズ、2024年8月12日ミルウォーキー、左手骨折で離脱していたドジャースのムーキー・ベッツ内野手、31が12日、日本時間13日、敵地でのブルワーズ戦に、2番、右翼、で先発出場。復帰後、初打席は空振り三振に倒れた、初回、先頭。 大谷が中飛に倒れ一死で迎えた第一打席。ベッツは相手先発、ペラルタにファウルで粘り、2ボール2ストライクからの7球目、高めの変化球を振るスイングも空振り三振。豪快なスイングで勢いが余ったのか、バランスを崩し、最後はグラウンドに手をつき、倒れるほどだったが、気合の入ったスイングを見せた。ベッツは6月16日、 同17日のロイヤルズ戦で左手に死球を受け骨折。負傷者リスト IL に入った。復帰後ポジションは離脱前に守っていた遊撃ではなく、右翼でプレーすることになった。右翼へ戻る挑戦について、挑戦を求めて生きているわけじゃないから、特にそうだね。挑戦が何であるかは知らないし、気にもしない。 でも今は本当の意味でのシリーズで優勝すること、それがとても難しいことなんだ、と病状シーンを口にし、チームの勝利が最優先とした。また、復帰前の1番ではなく2番でスタメンに名を連ねたことに、ルーティーン、つまり打席は少し変わるだろうし、特に僕の前にショー、大谷がいることで、 類に出る回数も少し増えるだろう。とした上で、基本的には同じことなんだ。ただリズムをつかみ、試合の進め方になれるだけだ、と、問題なしを強調。大谷とは1、2番が入れ替わる形だが、アジャストする自信を見せていた。